食料がない。食料がないのよ、やばいよ。食料持って帰るね今。はいよー。あの緊急だけど、サボテンで我慢して。あーお肉はね7個ゲットしてある。あ、全然サボテンで OK ですよ。じゃあお肉俺のものね。いいよ。いやいや、解体しちゃおう。サボテン100持ち帰る今。はいよこれはもうただね、サボテンをね、壊すのに近づきすぎてね、ヒットポイント8なんだよね。薬どっかいなかったっけ。地道にグサッグサッって刺って。薬あるよ。あるよ。あるよ。くそ、こいつ。大丈夫、壁は復旧しといたっす。はいよー、サンキュー。こんなとこかしらね。あ、これも解体したい。木材持ってきてもらっていい？はいよー。いくつ欲しいんだい？500個ぐらい。そんなねえわ。ひとまず100個で我慢してちょ。はい、とりあえずここ直すのに。はいよ。あれば。あー、木が遠いな。あ、ミオドン。あ、行きよった。木が遠いな、これでいいか。なんもなかったですよ。なんもないね。行き分かれたんや。もうなんもないや。あ、どーん。この下降りたいね。この下。じゃあ危ないこれ。この下危ないけど、降りたいよね。下もまた、積むといってらっしゃいませ。うん。上から積むと絶対。これやってみる？崖崩し。崖崩し？いってらっしゃいませ。今日はなんかすごく止まる。いってらっしゃいませ、ご主人様。隊長に質問です。もしもリアルでサバイバルすることになったら、まず何をしますか？まず何をする？これなんだっけ、スコップか。安全な場所探す？これさ、飲み物もさ、全部さ、消えてなくなったってことだよね、今日は。そういうことだね。あーでも、あーそうだね、半分僕いただいてたから、その半分なくなっちゃったってことかな。あの、瓶がなくなったってことだもんね。あー、まあそういうことだね。赤いやつに入れてあったしね、瓶いっぱい。瓶、二つならありますけど。あ、やばい、ミヤノン。瓶いっぱい、ご飯作ってくるわ。200。え、不服やばいです。不服やばいわ。ゆっかならありますよ。バーガーって。今日はとりあえず、11時くらいを目安にやっていこうかなと考えております。結構やるね。よいしょ。実際、セブンデイズうちらやるときって、だいたい2時間くらいやってるじゃないですか。まあね。ひどいときは5時間くらいやるけど。そうだよね。夕飯食い終わった後に集まってやってたときあったね。はい。あ、危ない。え？待って。あ、危ない。ここに入れておけばいい？うん。あの、行くか。こっちで行くか。はい。とりあえず。ゾンビの声。え？来た？来た？また来た？あ、声がした。またフォード。ユッカと瓶3つ入れとくね。そして雨降ってきた？雨降ってきた。雨降ってきた。うわぁ。向こう何も見えねえ。今、ゾンビの音聞こえたけど、気のせいか？いや。どうだろうね。来たらわかるし。いないか？うん。いないかな。とりあえず警戒しとくよ。じゃあ、うまく言ってるけど。フェラルコード終了までですか？って。いや、多分今日中にはフェラル来ないと思います。これじゃね？1日を2時間ぐらいでやってるから、今、6日目なんで、多分フェラルワンではやらないかな。やっちゃう？いや、深夜になるよ。あれ、判定ない。あれ、こいつ判定ないぞ。隊長、ユッカ置いてきたからね。ちょっと待ってね。あよー。あ、ていうか、あれだ。
あるんだったら水を分けてほしい。はいよー。水持ってます、一応。それが編集で20分か。そうです。隊長、ゆぐだらしで作りましょう。ふざけるな。ふざけるな。全部あげる。もうできないでしたっけ。できない。ちょっと瓶入れときて、ユッカジュースの方が回復量いいんで。わさ、崖の下でゾンビが。に入れといた。いっぱいいるでしょ。壁を殴ってる。こっちか。え、まじそれ落ちるフラグじゃね。ちょうどユッカジュース作っときますね。じゃあ。あ、ミヤドン、もういいこと思いついた。缶詰探しに行こう。いってらっしゃい。もうね、ここに動物はいない。絶滅した。鹿は絶滅した。絶滅したんだ、うん。コロちゃんが全部買った。そう、コロちゃんが食べたぜ。よいしょ。やっぱりどうしよう、マジでどうしようね。今んところ食料はギリギリ大丈夫そうだけれども。いやいやいや。全然ダメだよ。いやいやいや。全然ダメなのかい？お腹空いてやばそうな人、挙手。はい。はい。まあ、ダンさんがね、ユカを大量に手に入れてくれたから、それを食べてしのぐんだ。大丈夫、私がお肉なだと思って。あ、ミヤさんは。ないのね。ゼロ。拠点帰っておいで。くそ。拠点に帰るのが面倒だったら、近くのノアさんにもらい。さっきノアさんとバイバイしました。え、もらえばよかったのに。バイバイ。社長聞いてください。なんだい？この家屋根ないっすよ。どの家？この家。待って見る。え？あ、うちのこと？うん。カステラさんこんばんはでーす。いらっしゃいませー。缶詰。お、ナイス。屋根ないけどそれがどうした？丸腰でペダルゾンビをやってきてください。丸腰は無理。何か武器をちょうだい。せめて武器ちょうだいよ。よし、行こう。7個焼くぞ。いや、弓さえあればまあなんとかね、なんとかなると思うけども。入ってる？入ってるね。まあ一応、じゃあ一番左のチェストにユッカジュース半分入れときますんで。はい、どうぞ。瓶があったらちょうだいな。はーい、ちょっと入れとこうわ。じゃあ瓶あった。とりあえずお前中に疲れすぎないから、もう一回ユッカ取ってくるわ。はいよー。食料になるし飲み物になるし。じゃあさらに作っちゃおうかね。あ、ユッカが足りないや。待ってろし。待ってるよ。よろしくダンさん。ユッカジュース作っとくか。ま、地味に砂漠遠いんだよ。なんだ、あれ、ゾンビ？私だ。お、危ねえ、ボルギンだった。くねくねゾンビ、ちょっと待って。っていうか、矢も作っとかないとやばいんだよな。そうですよ。水がない。わお。ヒット。はい。隊長、コメント無視なのね。木が細い、欲しいなら、すべての木の種を植えた方が効率が少し上がるのでは、遠くまで取りに行くより。あ、ですね。だって。ただ、どこに植えようかしら。ここもね、敷地内になっちゃうからね。そういえば、矢作らないので。こんばんは、こんばんはございます。どの道、いらっしゃいませー。そうなんだよな、この辺まで拠点なんだよな。でもまだちょっと、そうなんだよ、どこまで拠点だっけこれ。ここまで確かどこまで拠点だっけって、まあ、隊長本当に無計画すぎるよ今回。元も子もないコメントを、うん、あれどっか、あとコメント無視なのねなんて言われちゃいましたよ。隊長、こまめなチェックを。しょ、すごいねみんなね。そのコメント見ながらよくプレイできるね。ねえ、みんなすごいね。よくできるね、ほんとに。いや、俺はセカンドモニターついてるから。僕はさ、一応タブレットをさ、一応設置してはいるんだけどさ、画面がちっちゃくてさ、文字を読もうとするとね。前の後ろも良かったので期待してます、だって。ああ、あれですか。あれを再現しようとしてるんですけどね。
そう、なんか僕らが質問して隊長が答えるみたいな状態になってるんですよ、ね、あ、ごめんよ。こまめにちょっと見るようにしときますよ。隊長、適当にさ、とりあえず埋めといて。はいよ。何も持ってね。やればいいさね。入り口があっち側だから、キーウェルとしたらこっちか。食料。メイプルシール。メイプルシール。あ、それは調べましたよ。よいしょ。そこまで作るのに時間かかるだろうから、暫定の職員でいいんじゃないですか。見てる余裕がないほどの食料は何なのですか。隊長だからね。その城が終わったらシンデレラ衣装を作りましょう。ふざけるな。規模がちゃう。あの建築の建築物はいいものばかりなので今回も期待しますよ。規模がちゃうもん。シンデレラ城作ろっか隊長。いや無理だって。マイクラじゃあるまいし。ディズニーランド作ろよ。マイクラじゃねえんだってだから。おっと。ミヤドも好きなの。ミヤドが好きだなって言われてる人がいる。よかったね、ミヤさん。ミヤド作るじゃん。ちょっとあれ気に食わなかったんだよ。気に食わなかったんだよ。魔法です。まあ、ありがとうございます。おっきずれ、おっきずれ、これ。ねえ、ここ誰か調べた？もしかして。あ、さっき来ましたよ。魔法来たの。ふざけるなぁ。草が邪魔でおっきずら。あの、ノアさんのさ、あれも好きだったけどね、俺は。鍛冶屋。ああ。なんか研究所。あれはね、センスを感じたね。あの隊長、今回は電気使いますよ。電気使いますか？だって。今回ですか？電気は欲しいですよ。隊長。ん？宮田行くぞ。宮田行くぞ。間違えた。スキルはバッチリ覚えて、覚え始めてるっすよ。マジで、あのね、この前ね、探索行った時にね、それっぽい装置があったんで、多分あれのことなんじゃないかな。植えられねえ。植えられねえ。上手に植えられなくて超苦戦してる。超苦戦してる。おお。なんか新しい技でも植えるのかな。あ、こんにちは。ここちゃう、ここちゃう。あ、めっちゃ頑張ってる、めっちゃ頑張ってる、大丈夫だ。あ、いらっしゃいませ。生放送2回目でございます。リスナーさんたちはさ、あれなのかな、うん、どの建物がお気に入りなんだろう。ああ、それ確かに、ね、確かに何回か作っていますからね。まあほとんど未完成だけど。じゃあどんなのが一番お気に入りだったか教えてください皆さん。ですね。隊長、石あの取ってきたのを左のキャスト入れといたから。はいよ。森の民さん、ダンジャさん燃えましょうって。イエーイ。これやっぱ森の民さん。燃えるとこちゃうわ。燃えましょう。おおお、ゾンビオリアン、オリアン、オリアン、またまたチュ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 。頑張って。そりゃいますよ。こっちか。ジェネレーターバンク。よし。おお、ミヤドン。ゾンビかと思ったらミヤドン。お、ゾンビ来てる、ゾンビ来てる。森は作るのって。森は今回は。作れたら作りたいけど、うん、あ、紹介したら。作らないかなって感じかな。騒がしいな、なんか。あ、スーツゲットした。発電機は前回のアルファ15の時になんか来るみたいなこと言ってたんだよね、確かね。で、やってたけどなくて、16で追加されたんだっけ。発電機。俺の経験値取りやがった。浄水器とか。だから今回に限っては16。あ、いいえ。寝覚ましかよ。ちょっとゾンビの声がしたんでやめときました。ダメだ、これ説明ができねえ。説明が全くできねえ。隊長的にはどの建物が一番お気に入りだった？一番初め。やばい、やばい、やばい。一番初め？うん。町づくし作るの好きだったな、だって。確かに。あー、やってましたね。っていうかね、あのね、コメントに関して説明しようとするじゃん。みんな喋ってて喋れないっていうね。おん。ごめんよ。ごめん。よいしょ。静かにするわ。いや、そこまで静かにしなくていいよ。コメント返してる時ぐらいはちょっと静かにしてほしいかなって感じ。うん、頑張ってコメント返すからさ。ごめん、ごめん、もう静かにします。森作らないの？壁修理大変では？あ、さっきのやつかな。まあ、とりあえずね、どこまででかくなるかわからないんで、今のところね、堀は一番最後になるのかな、まあ、作るとしたら。隊長、どんどん作ってって、おいし取ってるから。はいよー。うん、今作ってるよ。今ね、コブルストーン作ってて、まあ、これが終わったらっていうか、待って。
上に上がるところなくなったくない？あれ？上に上がるところがなくね？あれ？ここからか。よいしょ。体調死んだらもうやめてくださいだって。え？じゃあ絶対死なない。危なかった。でも食料ないんやで。食料は今んところギリギリ大丈夫ですね。ギリギリ大丈夫だけど、ギリギリアウトっちゃアウトなのかな、これって。じゃあ今から死んだ人はもやもやキュンね。お？めっちゃきつくない？だってさ。逃げろ。今から死んだ人もやもやキュンね。オッケー？オッケーとか言ってるよ、これ。お。え、待って、俺死ぬ、これ、多分。あ、一番初め。やはりノアさんが一番初め？やばいじゃん。2階行ったら3体ゾンビいるんだよ。ふざけんなよ、もう無理だよ。頑張って。ここで調べてられるか。僕が死なないってフラグって。いやー、建設してる段階じゃ、ゾンビも来ないし、死なないんじゃないかな。うん、建設チームはいいですよね。ね、建設チームはいいよね。だっていい、ね、ほら、前と違ってそこまで高いところでせあのやってるわけじゃないし、ね、こっから落ちたところで。あ、完成した。ミヤドン、あそこ調べた？病院。隊長、さっきみたいなさ、いや、調べてないです。行こうぜ。あの、集団ちゃんがさ、来たら。おいらその病院の前、そのまっすぐ走ってとこ。こっち、左。よいしょ。集団ちゃんが来たらね。ちょっと石が欲しい。隊長。ん？お腹ゼロパー。あ、俺のとゼロパー。てれー。宮戸、水をあげて。てれー。視聴者さんに感謝、シルバーさんに。一個しかないですけど、いいよ。どうも。あー、もう。とんがりコーン、とんがりコーン。スープや。これ喉回復するんだっけ？もうやばいよ。いつもほんと注意力散漫なのに、コメントも見ながらやるとか、やべえわ。コメント来たら、体調過失で死にそうって言うから画面見たらゼロパーって書いてあるから。みんな、死にしとけば死んだの。言っちゃうから。大丈夫。おいでさん、こんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ライブやっております。よし、宮戸行くぞ。セブンデイズのライブやっております。あ、まだ終わっちゃった。まず、骨折から。あとの方が早いか。いや、この高さじゃ骨折はしないでしょう。先行する。大丈夫。おお。大丈夫、骨折しないって大丈夫。なかなか探索の違いが。これ何？これ何これ何？どうしようかな。あ、これあれか。なんか書くやつか。こんばんは、お疲れ様です。しゃがんで降りれば大丈夫。え、ミヤドン、これやばいわ、ここ。あ、お疲れ様です。あ、体温低いのに、4日ジュース飲んだらやばいでしょって言われてるよ、隊長。あ、確かにそうだわ。ミヤドン、一回調べてる？一回調べてまーす。そこのバッグ調べた？ダクトバッグしか調べてない。やべえ、体温がどんどん下がってくね。あ、飲み物だ。飲み物チャンス。これは B。もっと私以外の人は体調の勝負を持っている。大丈夫ですよ、シルバーさん。私死にませんから。また食料ゼロになってるし。満腹ゲージの襟が早い。やーべえ。ユッカジュースの恩恵が。すごい良くない？ショットガンのストック。マジかよ。待って。食べるじゃん。うん。ヘリの方が早いっていうね。あー、この建物すげえ。いいな、これ。寒いからじゃないですか？だよね。だって20度だもん。なんで、厚着してるはずなんだけど、厚着にならねえのか、これ。あ。え上裸だわ。え、熊じゃねえ、これ。体調だけ、怪我や、感染などになったら、イノシシ。いた動物。ちょっと待って、それ、ハードルでかくね。イノシシ。ほことのし。ほら、もう、自らフラグを立てるから。いや、まだ立ててないし、そんなに。こっちです、こっち。待って。洋服、お洋服。お洋服、ない。こっち側に。お洋服、ない。あ、あるじゃん。こっちに歩いてきました。お洋服があるじゃない。あ、いたいたいた。
おいた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 。あはん。これコロちゃんの着てたやつじゃん。お肉チャンス。お肉チャンス。いや、暑かったからしまっといたそこに。あー、なるほどね。よし、宮田行くぞ。撃ちますよ。いいよ。知ら。いや、なかった。いやね。石がない。まあ、見てる方が思うと思うんですけど、毎回こんな感じですから。我々。ハンドガンダメですか。我々毎回こんな感じですからね。どこにも時間の問題かなって。ここちゃうし、また。隊長。ん？私の地下帝国だんだん広くなってってる。後で見させてもらうよ。どこ行きました。だからね、2時間の動画が、ね、20分になっても仕方ないっていうね。あ、いたいたいた。いやー、落盤事故さえなければ私は死なないな、これ。あ、コロちゃん手伝いに行こうか。いいよ。どこ行きやがる。コロちゃん手伝うよ。いいよ。大丈夫大丈夫。ちょっと上掘るだけだから。粘土掘ってて。粘土が必要だから。ここにゾンビが邪魔だな。どこにいるんだ。いやー、誰が最初にモイモイ聞いたかしらね。当たった。殺した。ナイス。食料ゲット。ゲット。ちょっと待って。私あれ持ってるから、クックに持ってるから。毎度。最初、ああ、おいしい。ゆうか持ってきた、また入れとく。はいよ、サンキュー。あ、おいしい。ゲットしたわ。オッケーオッケーオッケー。ゆっかジュースはそれなりに作ってあるから、ゆっかだけ単体でもいいかな。かまどの下に入れといたよ。はいよ、サンキュー。2回行くか。行きますか。ただ飲み物が俺ゼロ。楽しいぞ。なんちゃんさん、うん、地下の方まで来れれば飲み物あげるよ。ちょっと待って、荷物整理させて。あとね、私の秘蔵の食い物を1個だけあげよう。やだ、ここ、飲み物がいっぱいあるぞ。食べ物は、あ、ゆっかジュース、あ、いいぞ、これ。持ってていい？これ。くんないな。ビールがいっぱいあるぞ、ビールが。あの量でこれか。そうなんだよね。ゆっかのが多いのよね。そうなんですけどね。ゆっかジュースに変えちゃったんですよね。だから、ダンさんが持ってきてくれたやつでしのぎますか。とりあえず100個入れてある。サンキュー。ははは、これでガシじゃ死なねえぜ。いやな、そっちは。体調が食べればね。食べますよ。とりあえず 100% にしてやるよ。おー、こうなってんだ、なんか。大ちゃんさん。はーい。どこだ？飲み物と食料ちょっと湧きますよ。地下ってどっから行ってんの？あの、拠点の中から行きます。あれどこ行くか。あれ、あ、こっちか。あの、かまどの近く？いや、でももしかしたら、中そんな調べなくていいかも、これ扉の中。よっか。マジですか？あった。飲み物も近く。あ、でも場所にある。自販機があるところもある。あれ、ダンさんどこ？お、こっち。そっち。ここ。石が欲しい。コロちゃん手伝いに来たよ。仕上げなかったさっき。来なくていい、大丈夫。マジですか？10個落としたよ。あ、そう。ダンちゃんさん。とってもいい。あ、まずは。僕の可愛いモイモイキュンを聞いたところで何の重要があるんだろうかって思ってしまう。どこだっけ。さっきの石を言われたな、なんだっけ。イノシシ買ったとこですか。のこれだけあれば足りるかな、ダンちゃんさん。全然足りません。モロコシなんで火にならないけど回復するわ。ほら、いや、とりあえずユッカーはもう取りに行かなくていいですね。マジか、110個の石が。ああ、もうこっちからじゃないと上に登れねえのか。隊長やったね、瓶がいっぱい相手に入ったよ。お、サンキュー。ユッカジュース作っとくよ。よいしょ。もうここ階段上にしちゃうかな。どっから登れる？どっから登れる？日本一らいか。どうした隊長？ノアさん、どこら辺で落としました？どうしたって言ったどうした？私は最終手段でゾンビにくくってましたけどって。え？マジか。空腹だけ気にして、水分を忘れないでくださいね、だって。ゾンビ肉は、そういや食ったことないよ。あれだよ、あれ。ちょっと体力またなんだよな。で、なんかちょっと、寂しそうに書いてあるな。寂しそうに。満タンではないですよ、満タンでは。表示されないだけで、今は。多分今半分ぐらいじゃないかな。半分ちょっと過ぎたぐらいかな。体力は満タンでしょ、HP。あ、体力はね。やばい、これはね、本当にね、判断力と集中力がいいね、問われるわ、これ。セブンデイズのライブってやべえ。
あ、畑はね、作ってね、植えてあるんですよ。もうちょっと。オッケー。宿を見つけた。投げことか。見つかんなかったんです。マジ？植えてあるんですよ。これらの石110個が。畑はそのうち拡張するとして。よいしょ。どう炊くとこ？なんだっけ？まだ作ってんだよな、これ。うん、長い。今のうちに、コロちゃんもう木はいらないのかい？あー、今はいい、私は。はいよー。じゃあ、掘ってるか。あれ？なんでこんなとこにゾンビがいる？こっちだな。なんか上から来るわ。隊長、トウモロコシが育ってきたよ。マジで？だいぶやったね。上からあと収穫待つばかりかな。早く収穫したいね。ですね。あれ、うち作業台ってなかったっけ。作業台、うん、置いてある でしょ。1台あったよね、確か作業台は、うん、前はなんか1部屋に1個みたいなこと言ってたけどね。あれ、判定ない判定ない。あれ、判定ない。おお、いた、ゾンビ。なるほどね。もろこしパンで解決か。もろこしパン昔作ったことあったんでしょ、今。うん。回復量どうだったっけ。この、なんか、まあ、肉よりちょっと少ないぐらいだったっけ。それでも割といいんじゃないの。作っとく？いや、危ない、危なかった。もろこしが。石あった？もろこしは一応あるっちゃあるけどね。さっき僕食いまくってたけど。厳しいな。あのね、もろこしの種がね、足りなくて。うん。あと1回寝るよ。量植えしてなかったんだよね。出ます？ああ、そっか。出よ。だって、石ないんでしょ？石はね、コロちゃんがね、地下掘ってたから大量にあるんだよね。ないのはあれかな、粘土かな。だから粘土取ってきてってスコップ渡したんだけどね。あ、私やってるよ。うん、ここら辺にあったらもうなくなってるや、ミヤドン。いいや、オイラ出るわ。石入れといたっすよ。サンキュー。後で使わせてもらうよ。入り口どこだ。いやー、ここ調べたいな、もっと。あー、なるほどね。もろこし単体で食べるよりはっていうなんかどうしても僕を殺したい人がいっぱいいるね。ゼキフでクマ殺しに行けって。行けるよ、隊長。無理だってこの前見たっしょ。無理だってでもゼキフで倒したことあるからいけるいける。コロちゃんだからでしょ。何それ、人がさ、怪人みたいな人が。コロちゃんだからできたんだよ。ゾンビグマだよ、ゾンビグマ。割といけるって。ゾンビグマだぜ。白って風呂場あります。お風呂場も作ろうよ、せっかくだから。いけます。うん、そうよ。コロちゃん、風呂場、なんか作ってたね、昔ね。ね、お風呂好きだからね。大浴場作って、確か大浴場がすげえおかしな状態になってたよね。昔の水のエフェクトがおかしくて。22個しかない。ただのクマじゃないんですね。ゾンビグマなんですよね。ゾンさんいけますよ。なんてピンポイントでゾンビなんだ。お手書きで作った、パンなのに、その場で食べちゃった体調。懐かしいね。あ、うん。そういや、そんな回がありましたね。お手書きだからね。はいって渡したら、ここ。もぐ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 。あれ、そう、なんだっけ、シャープ1だっけ、それ。シャープ1じゃねえ、パート1だっけ。パート1じゃん？なんかであったよね。セブンデイズの一番初めのパートだったっけ。あ、シーズン1パートじゃない、シーズン1か。もう諦めてもやもやきゅんやっちゃいましょう。なんでやなんでや、死なないって。こうやって安全なここにいる限り死なないからね。隊長、もう素手で行こうだって。素手何を、何を、クマを、クマ。いや、コロちゃんでさえ素手は無理でしょ。
あ、いける？あ、いけなくはないと思う。あ、じゃあ行ってちょうだいよ。じゃあ次はコロちゃん素手で頼むよ。あー、うん、わかったけど取れ高高いな言っちゃったからね やるのはいいけど死んでも知らんぞっていう。え、いやいや、そこはもう倒してもらわないと。勇者なら普通でしょ。うん、グリズリー倒すぐらいグリズリーを素手で倒すとか。グリズリー倒すぐらい普通でしょ。だって格闘家だって普通にやってるんだから勇者じゃ普通でしょよいしょ。ダンさん燃えましょうよあ、こんばんは。ライブに間に合ったはずの初めてあ、いらっしゃいませ。食料のためだと思えばなんとかなるんじゃないのかなってん、何を、あ、クマをこのクマを倒さないと食料なんで死んでしまうと。隊長のモエモエくんが聞きたいってよいや、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 PC の方は画面の真ん中にボタンがあるのでそちらをクリック。スマホの方は下の方に赤いボタンがあるので登録よろしくお願いします。それではまたのご視聴お待ちしております。